はい、トラポンです。今回の動画はですね、今週行われます、中山競馬場のね、11レース G2 中山記念ですね。伝統の中山記念のメンバー考察ということで動画の方を作っていきたいと思います。はい。中山記念のね、最近の傾向というかね、まあこの辺はもうずっとあの、同じなんですけどもね、まあ基本的にはですね、 中山記念はやっぱ後方報域は、ね、なかなか決まりにくいとやっぱある程度ね、ね好位ポジションに取りついていないとですねあの、まあ、馬券圏内に来るのは厳しいかなという、まあ、頭数もね毎回そんなにあの多頭数になりませんのでね常に10頭前後の、ね、出走ということなのでね、まあ、もちろんその番手の地面の、ね、数字よりはね、まあ、結構、 逃げ馬と離れたりしてる展開ももちろんあるんですけどもただやっぱりねあんまりにもその後ろから直線だけで差し切るというのは、ね、やっぱ中山競馬場の直線も短いんでねある程度こういうポジションで流れに乗る馬ではないと厳しいかなという感じですよねまああとは去年はねステイゴールドオルフエーブルということでねあのまあステイゴールド系ですよねオルフエーブルもステイゴールドがお父さんですのでね で、まあ、ウィンブライトが、まあ、2年連続勝ってるということでね。まあ、基本的には、まあ、ディープインパクト参加、ここ近3年は来ていないという形になっております。まあ、時計はね、去年1分45秒5ということで、かなりね、早い決着タイムでしたね。この3月という、あのー、時期なんですけどもね。はい。まあ、今年もね、まあ、開幕週に行われますので、当然、まあ、 天気が良ければね、それなりの時計決着は、まあ,あー、なってくるかなという感じは出しております。はい、ということでね、一等一等人気の方からね、一等一等メンバー考察していきたいんですけども、今回ね、出走登録予定場が9等ということでね、まあ、非常に当数はさ寂しいんですけども、まあ、上位陣にね、G1 バー、 などかね G1 常連組や、ねまあ、去年の覇者ウィンブライトも出てますので、まあ、非常に面白いメンバー構成かなと相当数なんですけどもねはいで現在ね一番人気予想なんですけども、まあ、ネット競馬コムだとねラッキーライッラクとダノンキングリーが、まあ、同じ2.9倍で並んでおりますので、まあ、ラッキーライッラクの方からいきましょうか、まあ、ラッキーライッラクは去年ね <laughs> まあ、2着に来ていますので、<laughs> 特にね、このレースに向くとか向かないとかいうお話はね、まあしなくてもいいかなと。当然、去年2着に来ていますのでね。まあ、前走はね、香港バーズで非常に素晴らしい内容を見せたと。2着。で、前々走はね、まあ、エリザベス上杯で、まあ、勝ったということでね。まあ、なかなかその、ずっと、あの、チューリップ賞を勝ってからね、 まあ2着や3着はあったんだけども、前線はするんだけども、なかなか勝ちきれなかったということでね、この馬、どの距離がいいんだということで、なかなか、そのまあどうしてもやっぱ1600メートルのねチューリップ賞や、阪神ジュベダルフィリーズで勝っているのでね、1600メートルの距離をまあ比較的、小馬になってからも使ったんですけども、1600メートルだとまあなかなか勝ちきれなかったと。 で、まあ、1800m の、ね、中山記念で2着、で府中牝馬でも3着ということでね、ねあれ意外に非根幹距離、400で割れない距離が強いんじゃないのかなということで、まあ、エリザベス上杯ね、出てきたら見事、まあ、スミオン直近の好騎乗もあったんですけども、とにかく、ね、インコースの枠を利用して、とにかくインにこだわった騎乗でね、上がり32秒8という、まあ、極限の上がりを繰り出してね。 まあ、見事に久々の勝利、まあ、GI2 勝目を挙げると、で、まあ、香港に遠征して、2400メートルという距離でもね、しっかり2着に、まあ、来たということでね、グローリー・ベイズが、まあ、突き放しましたけども、まあ、2着に来たということなんですけども、まあね、あのー、距離長くても、まあ、十分対応できるスタミナもありますし、 当然 1800m という距離も、ね、あの高走実績がありますのであのあの厳しいペースになっ,たなっても全く問題ないとでエリザベス女王杯でも、ね、スローペースでもあのこんだけ、ね、鋭い足が使えるようになったということで、ね、あの例えばですけども去年有馬記念にったリス・グラッシュなんか思い出してもらいたいんです。けどもあのね ずっとリスグラッシュも若い時1600メートルなどを使ってね距離を伸ばしていって強くなってきたようにラッキー・ライラックもですねここへ来て、まあ、距離を伸ばしてまあ強い競馬を見せているように馬がね一回り二回りパワーアップしてきたという風な見方もできると思うんですよね私的にはですのでこの最近2層の充実ぶりを見ているとこの 結構ね上位メンバー強力な叔バーたちが出ていますけども私は十分やれるんじゃないのかなとで当然、時計勝負になっても持、あのー、ってこいだともってこいというか時計勝負になっても全く対応できますので不、ね、中牝馬の44秒台でも3着ですし去年の中山記念も比較的決着早い中をね2番手からまあ押し切ろうというところ、まあ、最後はねウィンブライトにかわされましたけども、まあ、そういった競馬もできると。 もう本当に自在に立ち回れる状況なんですよね、今のラッキーラ,イラクは。先行して押し切れる競馬もできるし、まあ、エリザベス上杯のように、あの後ろから、ある程度後ろから中段から行っても、ス鋭い足が使えるような状態になってきましたので、かなり今有力な一頭なのかなと。私は馬が強くなってるんじゃないのかなというふうに見ておりますのでね。ラッキーラッラクやっぱオルフェイブルサンクということでね。 やっぱステイゴールド系というのはね、成長力がありますので、うん、非常に私は、あの、有力な一頭だと思います。はい、続きましてが、一番人気、これも一番人気の予想図が並んでいるダノン・キングリーですね。はい、ダノン・キングリーは、まあ、ディープインパクトということでね。 正直、まあ、マイルチャンピオンはね、まあ、枠に泣いたかなと若干、そのこん前回戦のね京都はねあのー、もう11月17日の段階ですとかなり馬場がね真ん中から外を通らないとかなり直線は厳しい状態になっていましたのでま1、あ、枠1番という枠がねどうしても普通にね出たなりの競馬をしてしまうとなかなか外に持ち出すまあ隙がなかったというかね、まあ どうしても最後までちまを走り、走りざるを得なかったということでね、最後直線もそこまで伸びずに5着という、消化不良のレースになってしまって、まあ、初めてのね、馬券圏外という形になってしまいました。はいですのでね、まあ、前走負けたことは特にね、まあ、私は問題ないとは思うんですけども、ただ、中山競馬場のね、あのー、 と東京競馬場どっちがいいかと言われますとやはり東京向きなんですよねダノン・キングリーはねですので、まあ、中山でももちろんね皐月賞で3着に来てますので全く対応できないということはないんですけども、うん、私はでもダノン・キングリーのベストパフォーマンスを発揮する舞台はやはり東京競馬場なのかなというふうに思っておりますあとやっぱディープインパクトはねどうしても早熟傾向ですので 特に米国決闘母方についていますのでね。ですので、1回、何回も私のこの動画でも言っているんですけど、ディープインパクト参加、1回ね負け,た負けると立て続けに負けてしまうという特性がありますので、特に小馬になってからね。 その点が若干不安かなとやっぱ勢いのあるディープは買い続けた方がいいんですけども勢いがなくなりかけたディープを追いかけるというのは危険なのかなということで私同じ一番人気ならばですね断然ラッキーライダックを支持したいともちろん中山18 0でも対応はできる可能性はもちろんあるんですけどベストではないんでねベストではない上に一番人気がもしこのままね本当にこのネット競馬コムの状態のオッズで行くのならばですね 私はあのダノン・キングリーは正直ですねあ,のあんま強くは押せないのかなというふうに思いますはいで続きまして3番人気予想がインディーチャンプということでステイゴールドですねこちらはまあインディーチャンプはねマイルチャンピオンシップそして去年の安田記念と見事春秋のねマイルを G1 見事に勝ったと いうことなんでですけどもねで香港マイルもね期待されたんですけどもただ香港マイルの、まあ、ローテーションが若干ね感覚が詰まってたということが多分おそらく反動で範囲だと思うんですよね、私は。ちょっとまあローテー的にきつかったかなと秋3戦目でねでマイルチャンピオンからも本当にローテーション的に厳しいので、ね。 まあいろいろね、香港のロバンも負けた原因なんじゃないかっていうふうに考える方もいると思いますけど、ただ、馬体源のねマイナス10キロを見てもらっても分かる通り、私は、マイルチャンピオンからの感覚がちょっと詰まりすぎたことが敗因なのかなというふうに私は思っております。でじゃあ、1800メートルの距離はどうなんだということなんですけど、私は1800メートルはやっぱりインディーチャンピオンには長いかなと、どうしてもこのまま引っかかるね、 あの癖がありますのでやっぱりマイルがベーストなんですよね。で安田記念はね今年の安田記念はやっぱり30秒台の決着ということで非常に、まあ、前半ペースが流れ,流れてねあのこの間は非常に乗りやすかったということで、まあ、もちろんねロあのアーモンドアイがね不利を受けた恩恵も多少はあったと思うんですけども、まあ、それでもね、まあ、1600m とやっぱ 1800m だとパフォーマンスがやっぱね 全然変わってくるんですよね。まあもちろんね、1800メートルのレースを何回も何回も走ったわけではないので、ね、そこまでね、分からないんじゃないかっていう方もいるんですけども、ただやっぱり毎日岡のレースぶりを見てしまうとですね、まあ、あの日はね、まあ、うちは、あのうちのね、直線もうちより外の方が伸びるババ状態でしたので、もちろんダノキングリの方が若干有利だったんですけども、ただ最後ね、 アイロリットに差し返されて、まあ、3着に負けているようにやっぱどうしても姿勢が甘くなるんですよね 1800m だとうーん。ですのでねあと中山競馬場というのもねこの馬今回が初めてということでねやっぱ中山競馬場というのはね、まあ、トリッキーなんでねうんだからその辺も若干不安かなと。 いうことですよね、まあ、距離も不不安安だしコースも不安でもで人気も,もちろん自信バンですのでなりわけですのでやはりこれもインディーチャンプから私は中心ではちょっといけないかなと私自身はねやっぱラッキーライラックの方がもちろん人気になるかもしれませんけれども、うん、その,あのラッキーライラックの方を信頼したいかなとインディーチャンプを買うぐらいならね中心から買うなら、うん、やっぱちょっと不安な面があるかなというふうに私は思います 続きまして4番人気予想がウィンブライトということで、まあこれはねもう皆さんも言わなくてもねもう中山といったらウィンブライトと香港といったらウィンブライトということでとにかく走るコースに出てきたら毎回走るということですよねまあ 3K オロカマンはねまあ9着という負けましたけどもただね 天皇賞明け8着で、あちょっとウィンブライト終わ,れた終わりかけてきたのかなと思いきやですね、前走の香港カップではしっかりとやはりあの1着で、まだまだ力はあるよというところは見せてきたと。ただもちろんね、去年と今年どっちの方がね、あの馬の状態、うんまあ、ピーク時期だったのかなと言われましたもちろんそれは、ね、去年だと思うんですよ、それは。やっぱり去年の方がね、 金牌も勝って、中山金牌も勝ってということでね、あ中山記念も勝ったということでね、間違いなく、まあ、去年の、ね、状態面はいいと思うんですよ。香港も勝ちましたしね。ですので、あの中山出てきたら、はい、もうイコールウィンブライト本命でいいという、まあ、単純にね、飛びついていいのかなという部分ももちろんあります。ただ、もちろん馬券から外すことはね、もちろんできません。 ただやっぱりね、一筋の不安は休み明けの 3K オールカムまで去年負けてるということもありますので、まあ、去年の中山金牌の、あ、中山記念はね、中山金牌を使った後のローテーションになってますので、その辺がちょっとね、あの、去年とは違いますので、そこで、そこの点だけはね、少しは気をつけた方がいいかなということでね、まあ、もちろん、ウィンブライトはね、コース的性的には間違いなくベストですので、 特にケチをつけるところはないと。ただローテーションが去年とは違うよというところだけはね、しっかりと頭に入れておいた方がいいと思います。はい、続きましてペルシアンナイトということでね。まあ、ペルシアンナイトもね、まあ、非常によく頑張ってると思います。重傷に出てもね、掲示板にはまあ毎回入ってくるようなね、活躍を G2、G3 ならまあ見せてくるということでね。 まあ去年のマイルチャンピオンシップも3着ということで3年連続バケン圏内をまあ決めたと1着、2着、3着とまあ着順はね、1つずつまあ下げてしまいましたけどもまあただそれをねまあそれを見ているの通りやっぱり能力的のピークはやっりだんだんと落ちてきていることはまあ間違いないのかなということですよねまあ能力的にまあピークが若干落ちてきているしやっぱりベストは 京都のマイルなんですよねやっぱりこのまま成績をずっと見てる感じだとねですので、まあ、中山で 1800m でね、あのー、その最近の成績よりそのパフォーマンスを上げるという根拠は、まあ、やっぱ見当たらないということですよねですのでそこまでそのペルシアンナイトから中心に行ける買うぞというふうにやっぱどうしてもならないということですよね まあ3着ならばもちろん十分可能性はあると思いますけども、まあ、そこまで強くは押せないかなということですよねまあ上位争いできるかできないかと言われましたらまあ全くできないとは言いませんけどもねまあ3着ぐらいがいっぱいいっぱいなのかなというふうに私は見ております続きましてソウルスターリングということでね まあ、ソウルスターリングもね、まあ、2歳、3歳の春まれば強かったと、オークスも勝ってね、ここまでは完璧だったんですけども、フランケルもね、1回負けだすとなかなかその、まあ、復活しないという決闘なんですよね、基本的には。ただ、この馬のベストは1800メートルなんですよ、間違いなく。この今までのね、成績を見てもらえば分かる通り。 ですので、まあ、1800m という距離は全く問題ないとただ、まあ、フランケルの決闘の流れからすると、ね、ここまでずっと崩れた状態が続いてきていきなり、ね、この中山記念で復活というのは、まあ、普通に考えたら難しいということですよねただ、フェブラリーステークスでモザー・スコットが勝った流れから2週連続フランケルと いうような、まあ、オカルト的な部分になってしまうんですけども、そういった可能性はあるんじゃないのかなというぐらいですかね。普通に考えたらやっぱ厳しいと思いますね。正直。はい。で、続きまして、マルターズアポジーということでね。まあ、マルターズアポジはもう最近ね、2桁着順が6走連続ということでね、まあ、おそらく、まあ、逃げることにはなると思うんですけども、まあ、ペースメーカーにはなってくれるんじゃないかなと。 まあ開幕週なんでね、まあ、思いのほか、まあ、今回、頭数が9投立てなので、まあ、一番負けても9着ということでね、まあ、7走連続2桁着順ということは、もう物理的にならないんですけども、まあ、ただね、中山の開幕週で思いがけずにね、あのー、前がめちゃくちゃ有利な路盤だった場合はですよ、それなりにまあ面白い競馬を見せてくれる可能性は少しはありますけども、ただもう年齢的にも8歳ですのでね。 まあ普通に考えたら、まあ逃げたとして相当恵まれてもね、掲示板の端っこにギリギリ乗るか乗らないかぐらいだと思います。はい、続きまして、8番人気予想がエンジニアということでね。まあこちらもね、オープン入ってから、まあなかなか馬券圏内はまあ無理ということですよね。一回もまあオープンになってから馬券圏内来てないということでね。 まあ単純にやっぱ重症のねスピードには対応できないのかなということであのー、こちらもね厳しいと思いますでゴールドサーベラスと最後ですねこちらも8歳馬ということでね、まあ、最近の内容を見てるこちらもずっと馬券圏内に来ていないということでこちらもねあのー、普通に考えたら無理だだということになると思いますはいでまとめなんですけどもねまあ消灯数なんですけどもまあインディーチャンプやねまあ去年 そして、おととしの覇者のウィンブライト。ね。そして、まあ、ラッキー・ライラック。まあ、ペルシアン・ナイトとね。まあ、それなりに G1 馬も出てくるということでね。まあ、実質、まあ、ダノン・キングにもそうですけどもね。まあ、実質、まあ、5等立てでしょうね。ペルシアン・ナイトまでギリギリ。もっと言うと、まあ、ウィンブライトまでの4等立てなのかなと。この4等でね。 あのまあ、3連単をどう組み合わせで、まあ、2点か3点買うのかという無理やりね、儲けようとするならばですよ。あとは単勝1点ですよね。まあ、そういったレースだと思います、正直。うん、ですのでね、まあ、このレースで、まあ、そこまでね、その行きりってその大金を投入するようなレースでは私はないのかなと。もう少しね もう少し頭数が出てきて12、順位3頭立てにくらいになってくれればね、ねもう一つ馬券の組み立て方も出てくるんですけどね、さすがに9頭立てになってしまうとね、もう実質もこのメンバーになってしまうとね、もう上位が限られてきますので、オッズも相当つきませんのでね、はいまあ、そこまであの本気で買うレースではないのかなと。 ただ、レースを、ね、見るという上では、ね、非常に面白いレースだと思いますのでね、はいまあ、伝統の中山記念、まあ、じっくりと、まあ、楽しませてもらいたいと思います。はいということでね、このレースの最終見解は土曜日の夜にあげたいと思いますので、そちらの方をよろしくお願いします。ということで、今回の動画はです、ね、今週日曜日に行われます、中山第11レースの G2 中山記念のメンバー考察ということで、動画の方を作ってきました。以上になります。